レンガ5号棟は赤レンガパークで最も大きな建物なんです、うん、おー、これはでかい。すごいな、もう広い、すごいな。中には照明付きのステージを設けることができて、ライブとかダンスの催しがよくあるんやで。ほう、それはすごいな。すごいよな、うん、めちゃくちゃイベント合いそうやもんな、うん、おしゃれなカフェもあって、護衛艦冬月のカレーや海軍スイーツも食べれるんやで。ほう、なんかすごいいい匂いする、うん、するよな。で、特にここのタピオカプリンはアルファステーションの DJ の谷口清子さんが絶賛されたらしい。へー、あのキヨピーが。そう、おー、それは食べたいわ。僕も食べたことあるけど、ほんま美味しかったわ。そうなの、食べたことある。うん、ちなみに護衛艦のプリクラもあって。護衛艦のプリクラ、そう、おー、珍しいよな。いや、初めて聞いた。確かに、ちょっと行ってみよう。うん、 OK、 言語を選んで日本語かな。日本語、撮りたい背景を4枚選んで、まあ、護衛艦やで、やっぱり。撮影スタート。まずはアップで2枚撮影するよ。これ